この冬、ワークマンでおすすめの自転車ウェア。二つ目はですね、このサーモライトエコモードで作られた、こちら、サーモライトエコモードサーマルクルーネックでございます。こちらですね、実は去年から発売されて、これもですね、登山系 YouTuber の人たちがもう、こぞって YouTube にしてたんですけど、僕もそれを見て買いに行ったらもうすでにどこも売ってなかったというですね、すごい人気商品です。で、これね、 ワークマンのウェブサイトとかにも載ってないんですよ。なので本当に数量がすごい少なくしか作られないみたいです。で、僕自身はちょっとあんまり詳しくなかったんですけど、このサーモライトエコモードを使った有名ブランドのウェアとかもあるみたいです。で、それと同じだと同じ生地で作られてて、1280円っていうのが衝撃的だと皆さんおっしゃってました。サイズ、やはり LL を購入しました。で、この サーモライトエコモード何がいいかっていうとですね、とにかく軽いんですよ。厚みは、まあ、こんな感じで、普通のフリースのちょっと薄い感じがあるんですけど、軽さが、えー、この LL で実測 150g ぐらいです。普通のフリースが 300g とかあるので、それに比べたらすごい軽いですよね。ただ、フリースなんかと違って、すごく、これ、メッシュになってるんですよ。で、これ何かっていうと、これ自身、アクティブ、 インサレーションって言ってすごい汗をかく状況の、ま、活動中とかですよねあの登山とかそういう時に着てられる、まあったかい温着という位置づけなんですよですねで。あっという間に乾きます洗濯しても洗濯機から出した瞬間にもう乾いてるみたいなあの脱水をちゃんとしてればですねそんな感じです で、アクティブインスタレーションに関しては僕はオクタとかも持ってるんですけど、まあ遜色ないかなっていう感じです。今、あの、まだ寒い時期には着てないんですけど、買ってちょこちょこっと試着した感じでは、本当に遜色ないかなって感じです。こちらはもう本当にクルーネックでラグランの型になっているので、まあ登山やる方にもショルダーが痛くないですね、肩がね。で、難点はですね、ここの袖口と首がですね、ちょっと狭いんですよ。 試着ワークマンでした時も、ここ切れるんじゃないかっていうぐらい頭が通らなくて、ちょっとびっくりしたんですけど、だ YouTube 見てると少し伸びるらしいので来てる間に、まあ、そのうち少し緩んでくるみたいです。でですね、これ自転車でどういう着方をするのが一番いいかというとですね、まあ僕的なおすすめは、ちょっと寒くなってきたなって時に、これを着て、その上からウィンドブレーカーですね。できれば、 少し風を通す系のウィンドブレーカー。まあ、これも登山ウェアであるんですけど、それを着るのがベストだと思います。ちょっと寒くてもやはり汗はかいているので、汗は外に逃がしたいんですよね。なので、レインウェアみたいなものをこれの上に着てしまうと、レインウェアの内側がどうしても結露してしまうので、少し外に逃がすウィンドブレーカーがいいと思います。 で僕は実際、あの、今年の北海道ではそういう着方をしていました。これじゃなくて、オクタを持って行ってたんですけどね。でこの冬はこれを並行して使っていこうと思っています。これね、また、売り切れ必至だと思いますので、ぜひ、ワークマン行ってみたら、ご購入ください。色はね、何色か展開されております。ということで、この冬、自転車乗りにおすすめのワークマンウェア、サーモライトエコモード、サーマルクルニックでございました。ご視聴ありがとうございました。